お店あるわ。オーダーケーキのお店。あ、ちっちゃい可愛らしいお店。すごいいっぱいいろんな写真が。こんにちは。関西テレビのよいどんという番組なんですけども。どうも。ええー、匂いがしますね。こちらは、ここはケーキ屋さんですか。そうですよ。おすすめは何ですか。この芋えもんっていう、芋えもんの和風パイ。出ましたね。ちょっと芋えもんせっかくだからいただいてもいいですか。ありがとうございます。スイートポテトがあったり、全部ここで洋梨タルト、はい、芋えもんが一番のおすすめ。あんこまで自分で炊いてるんです。あんこ入ってますの。はい、ありがとうございます。いただきます。おいしそう。めっちゃおいしそう。おいしい。大好きやわこんな。生のさつまいもの間にあんを挟んで、パイ生地で包んで焼いたものです。これうまそうやん。あとこれお写真がいろいろありますけども、全部オーダーで合わせてここで作られるんですか。お客さんのイメージつかんで、それに近いものを作ります。今まあ失礼ですけれども、お年はおいくつになるんですか。58ですか。禁止しようと同い年じゃないですか。ほんなら58歳ですか。2回も。お一人でやってますの。一人です、全く一人です。ご家族は。まず息子やおりますけども、はい、今は何か言っとったんですよ。今ケーキをね、お客さんの方で作ってたんで、上がってもいいですか。はい、どうぞ。ケーキが、今日のお誕生日のケーキなんですよ。色を乗せてたところなんですけど、これお上手じゃないですか。これちょっと絵心なかったもできないですよ、これは。あ、そうですかね。ほんならこっちに今用意してるパレットと、これ櫛でやってたんですか。はい、色を乗せていくんです。見せてください、やってください。どうします。これはちなみにその色は何なんですか。それはこれはね、紅麹とか、はい、なんていうか食べ物に由来する食紅みたいなあるんですよね、着色料、それ使うんですよ。これなかなか大変な作業ですね、これ。楽しいです。どういう子がこれは作ってくれてきたんですか。近くの保育所で、いつもクッキーを買いにお母さんと寄ってくださる元気のいい男の子。自宅のガレージを自らの手で改装したオーダーケーキのお店。全て独学だからすごいことはできないという原田さんですが、お客さんのリクエストに一生懸命に応えてくれるケーキは心に残る記念日にぴったり。ケーキ専門で行こうと思ったのは何がきっかけだったんですか。ケーキ焼くのが好きだからです、はい、ケーキは嬉しい時によう使ってくださるので、お誕生日とかお祝いに。そうか、祝い事が多いからものすごいやりがいあるんですよ。これすごいいろいろありますけどもね、はい、例えばこれ、これやったらゆいさん26歳おめでとう、はい、これは、ジャイアンツファンですか。ジャイアンツファンの方なんですか、はい、やからちょっとジャイアンツの感じにしてくれと、はい、お父様が来られて、はい、娘さんがジャイアンツファンなんで作ってやってくれっておっしゃって、はい、大体覚えてますの。どんな方が。全部覚えてます。全部覚えてますの、はい、印象に残ってるオーダーってどれですか。そのトラックのケーキありますよね。これですか、はい、はいはいはい。子供さんがベランダからいつも車見てて、トラックが通るたびにトラックって喜びあるんだそうで、大好きなんだそうで、はいはいはい、荷台に1号を乗せたトラックを作りました。おしゃれですね、はい、これは喜んだでしょうね。はい、とっても。まあ言うたらね、なんですか、綺麗に作るケーキ屋さんもたくさんいてますけどね、世の中に。お母さんが作ってくれたというこのものすごく身近な関係が素晴らしくいいですね。なんかちょっと忘れ去られたものをちょっと思い出すような気がしますわ。お母さん方みんな働いておられて、はい、時間がないんですよ。で、お母さんのその時間のないのを、私時間あるから代わりにするだけで、お母さん思いがいっぱいあってしたいんですよね、だからちょっと代役で作るだけ作らせてもらってみたいな、させてもらえる。なるほど、素晴らしいですね。これはちょっと隣の人間国宝さんに認定させていただきたいと思います。ありがとうございます。人間国宝さんに認定。お祝いの日のお手伝いをすることが原田さんの何よりの生きがい。贈る人、贈られる人の気持ちになって作られた世界にたった一つだけのケーキは、おいしくいただいた後もみんなの心に思い出として残り続けます。ありがたいお言葉。フランスの駄菓子屋
パリの駄菓子屋さんっていう雰囲気でやっていきたいです。